みなさんこんにちは、ももです。キロです。ももプロチャンネルで す, です。今日は質問開始。まずは婚活編です。どうぞ。まー、あ、さん、いつも楽しく見ています。私も何年も婚活していますが、なかなか思うようにいきません。30代半ばで焦っています。うまくいきそうだったのに結果ダメになると落ち込んでを繰り返しています。ももちゃん、クロちゃんはどうやって気持ちを切り替えていましたか？また何回かあったけどやっぱり違うなって思った人とはどうやって終わらせていますか？いいなと思って何回かあったけどやっぱり違うかもと思い始めてしまい、でも向こうは乗り気だしこっちも情があったりして終わらせ方に迷っています。もしアドバイスいただけたら嬉しいです。何点かありましたね。まず結果ダメになると落ち込んでを繰り返して、気持ちの切り替えね。切り替えられないよね。優しい。それでいいし、もう慣れてくし、でもなんか変に追いかけない方がいいよね。やっぱり自分を大事にしてくれて、もうこの先長くいる人なわけで、いや本当になんか分かんない。でもやっぱり無理なものは無理って思って、どんどん切ってかないと、ね、なんか無理やり縁をつなげてもいいことってあんまないと思うんだよ。やっぱ縁とか運、タイミングとかフィーリング以外にもやっぱそういうことってあると思うから、あんまりこう執着しすぎないっていうのは、ね。そうね。うまくいくときは本当にポン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 いくもんなので、はい、だから同時進行で。でもさ、同時進行何個もしててもさ、めっちゃ好きな人に会ったら全然同時進行なんてできないじゃん。うん、もう一本になっちゃうんだよね。だからこそ同時進行して、うん、自然と振り落とされるっていう。ああ、うんうんうん。そうだね。一人になる。全然してもらっていいと思います、うん。あとは何回かあったけどやっぱり違うなって思った人とはどうやって終わらせる？いいなと思って何回かあったけどやっぱり違うもんかもと思い始めた。そうなるよね。まあでもさ、まあお互いいい大人だしさ、あれじゃない、やっぱり今度いつ会えるとか言ったら、あちょっと仕事があって、また空いてるタイミングがあったら、そういう感じじゃない。私結構やっぱ違いましたちゃんって言っちゃうかも。どっちが優しいかだよね、うん。でも向こうの時間も無駄にはそれはなんだよね。期待させないし、うん、ね、友達とか結構もうガンガンブロックとかするけどね。ブロックはできない、ね。え、なんていうの、やっぱちょっと違いましたって。付き合うほど好きになれなかったごめんねっていう、うん。でもそれが一番誠実だしいいと思うんだわ。なかなかやるの難しいかもしれないけど、相手のためを思ったら一番優しい素晴らしいことだなって。私は意外とできないので、そういうこと、それがベストだね。ももちゃんのやつがすごい一番誠実でいいんじゃないでしょうか。次、リコマちゃん。ももちゃん、クロちゃん、こんにちは。マッチングアプリ婚活中の34歳です。1回目の食事では盛り上がるし、相手によっては閉店までいたり、2軒目に誘われはしごしたりするのですが、ので悪印象ではないと思うんですけども、結局フェードアウトされることが多く、2回目のデートにつながりません。あんなに盛り上がったのにと傷ついてします。あるよね。先日はランチし解散しようとすると急遽ドライブに誘われたのでご一緒したのですが、結局は社交辞令のお礼を言い合い終わってしまいました。20代前半の頃は 若さゆえにちやほやされていたのですが、この年になり自分のモテなさに愕然としています。自分の何がいけないんだろうと苦しくなる毎日です。ももちゃん、クロちゃん、アプリで何人くらいの人に会って、何人くらいの人と数回ご飯に来ましたか？いちいち落ち込んでしまうのでメンタルがやばいですと言っても、私自身もまた会いたいと思ってるわけでなく、他にいい人がいないから会い続ければ印象が変わるかなと思う程度なのですが、マッチングアプリに向いていないのかもしれませんが、本当に出会いがないし友達もいないんです。何かアドバイスお願いします。目に留まりますように。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、相性だから、ももちゃんだって別にね、全然無理な人いっぱいいたよね。無理って言われちゃうことだってあったし、もちろん私もそうですし、なんか一個一個そんなに落ち込まなくて、気持ちすごいわかる、あんなに盛り上がったのにってすごい思うと思うんですけど、やっぱアプリっていうのは簡単に出会えるからこそ、そうやって手軽に終わらせることもできて、うんうん、出会いっていうものが奇跡的なものにはなんないじゃない、うん。また次もある、また次もあるって思っちゃうもの。てか、それをやっぱりお互いがタイミングよくもう疲れてきてるとか、うん、男側もね。で、やっぱりこの子超面白いとか、そうやって思えた時になんかうまくいくもん。だから、本当になんか向いてないとかもないと思うし、うん、そうやってなんかね、楽しく盛り上げられて、そうだよ。すごく好きでもないけど、2回目に行きたいぐらいのそのなんか、私はアプリで一番大事なのって好きになれる力だと思う。もちろん好かれる力も大事だけど、うん、好きって言われた時に好きになれる力が高い方がすごく成功すると思うから、それに関してはめちゃくちゃ向いてると思うから、全然いい人に会えばいいだけの終わりじゃん。ただ数を打てばいいだけだと思う。アプリだからって妥協する必要もないし、婚活だからって妥協する必要も本当にないと思う。だってこの先50年とか一緒にいなきゃいけないんだから、何かが合ってないと、だって住むんだよ、毎日夕飯とか一緒なんだよ、信じらんなくない？家族になるって本当そういうことだからさ、妥協しなくていいし、なんかこう、いちいちそんなことで、え、私の魅力に気づかないならそれでいいですっていうぐらい、うん、堂々としてた方がモテると思う。そうね、もうあってあってあってですよね。眠い？大丈夫？ね、寝る？寝るの？ポテチで眠くなってない？どこで自分もハマるかわかんないし、ね、私とかもすごいいろんなコンプレックスとかあるけど、やっぱ例えばぽっちゃり好きかもしれないし、うちの旦那は本当に楽で、素が出せるところが心地よかったって、もうドハマりっていう感じだったの、当初。自分の何の魅力に引っかかってもらえるかわかんないから、どんどん自分を出して。そう、そうだよ、本当、うん、マッチングアプリで会ってる人たちって、やっぱ、うんうん、
いっぱいの人と会ってるから、うん、みんな最初から表向き隠すとさ、うん、みんな一緒に見えちゃう。そうだよね、顔しか違いがない。面白くないんだよね。ショーも癖がありましたもんね。ショーも癖あったし、うん、私も癖あったと思う。やっぱちょっと癖出していかないと、うん、なんかちょっと違う部分出していかないと、うんうん、なかなか引っかからない。いいこと言った。そう、やっといいこと言いました寝てましたので引っかかってくるもんね。そしたらその癖同士が、そうね、楽しみはそうなんだ、いいな、楽しそうとか、もう、うわ、上の会話だけしてたらやってんのよ、みんなとやってんのよ、それ、うん、なんか面接とかだと思ってもいいかも、うんうん、会社の面接とかでも自己アピールとか、うんうん、なんか人と違う部分をアピールするとか、あんま良くないか。いや、いいよ、大丈夫だから、向いてないってなんてことないから、とにかくやって続けて続けて続けまくって、いい人絶対絶対見つかるから、いい人できたってコメント待ってます。リコマちゃんありがとうございます。エメちゃん、いつも2人のブログ YouTube 見てます、相談させてください、ありがとうございます。28歳、独身、4月に、まだ若いね。やっぱね、こう28と30、ちょっと本当にもうこれは分かりやすくね、難しいんですよ、これもうリアルだから、そうでもないなんて言って、はい。4月に彼氏と別れてマッチングアプリをすぐに始めました。何人かとお会いしましたが、なかなかしっくりこず、そして同い年の男性とマッチして1日に1通するかしないかぐらいの挨拶だったんですが、急に連絡が早く返ってくるようになり、連絡頻度が増えました。 LINE するようになり、ノリがあってとても楽しいです。相手もこんなに喋りやすくて居心地がいいと言ってくれました。ですが、相手は付き合う前にエッチをした方が仲良くなりやすいし、話しやすくなると言ってきました。やりもくセフレットも思って確認したら、それは違うと断言してきました。その、私はその人との LINE が楽しくて話が合いそうだなと思い、会ってみたいと思ってますが、付き合う前にエッチをするというのがどうしても抵抗があって、何よかったらアドバイスしていただきます。お願いします。まだ会ってないっていうことだよね。でこれ青マスで、会った初日どうですか、やるの。なんか最初からそういうこと言われると嫌だ。そうなの、なんか私の婚活なんかのツイッターのところにも書いてあったんだけど、会ってないから何とも言えないけど、それをやるやらないっていうよりは、それを言えちゃうの相手って思われたのが嫌だって、侮辱された気持ちって書いてあったんですよ。あ、そんなこと言えちゃう相手でも分かんない、言われちゃうとさ、え、じゃあ何、セックスの相性悪かったら悪かったってレポートしてくれるのって感じだしさ、流れじゃん。だってそうやって惹かれ合って帰りたくなくって、言わなくったってそういう流れにすればいいじゃん。なんで会う前から確認してくるの、ね、そこのセンスがないよねってその子も言ってました。私も同意します。それは同意します。起きてる、起きてる、起きてる、起きてたら左手上げちゃう起きてる。そうだから、まあでもなんだろうな、だ言い方にもよるけどな、審査されてるみたいでさ、セックスってさ、うん、こう愛があるものであって、好きな人だからやりたいじゃないのって感じじゃない？え、うまかったらじゃあ付き合うの、好きじゃないの、あ、何ってなるよね。まあ大事だと思うんですよ。そう、そうなの、もちろん大事なんだけど、うん、まあだからなんかさ、過去で例えばめちゃくちゃ小さくて入んないとか、そういうことがあって、だとしてもさ、一回目からやる気はないのかもしれないけど、すぐ付き合わなきゃいいじゃん。そうだね。そう。とりあえず会えばいいじゃん。会って別に仲良くなって、うん、セックスしてで付き合えばいい、付き合う付き合わない決めればいいし。まず会った時点で、うん、セックスしたいって思う相手か分かんないから、とりあえず会わない。うんね、それでしたくないって言って嫌われるならそれまでだと思 う, そ う, そ う, そうだって合わないよね、それは本当。でもまず合わないと分かんない、これ自分だって好きなのか分かんないし、うん、でも確かに嫌だって言って離れてっちゃうのはちょっと寂しいって気持ちも分かるんだよ、うんうん、だってなかなか好きになれない状況であって、うん、これでいいかもって思って、だから別にその場合はセックスしたらいいかもしれない、うんうんうん、本当に何考えてるか分かんないじゃん今の状況じゃ、本当にやりもくなのかもしれないし、でもやりもくでももういいというか、なんつうの、やりもくだったとしても好きの相性とかフィーリングが合えば付き合うと思うんだよ、うん、結局やりもくじゃなくて後からやったとしても全部結果は一緒だったりするわけじゃん、うんうんうん、なんかエッチから付き合っても今めっちゃ仲いい人とかもいっぱいいるし、もう相性さえ合えば続いてっちゃうものだから、また会いたい会いたいってとなると結果はどうしたらいいんだろう、とりあえずじゃあ、まあとりあえず会ってみようよみたいな感じにして、うん、楽しくって、うん、したいと思って向こうも誘ってきたらして、連絡取れないならそれまでだし、もうそれでいいですか、どうかな、そこでまずは拒否る必要ある、じゃあ会って楽しかった、お互い楽しかった、うんうんうん、誘われた、うんうん、どうしようやりもっかもっつってわざわざ断る必要あるかな、危険な感じはしなければいいと思う。睡眠薬でさ、今なんか動画とか撮るとかそういうやばいやつとかたまにいると思うから、そういうのじゃなさそうな感じがあったらいいんじゃないかな。それ考えたらさ、うん、自分家かホテルの方がありなのかな、相手ん家行った時ます。もしかして誰かが他に男とかいるかもしれない、それは怖い、かといってそんなヤバいかもしれないやつに自分の家を知られるのも怖い。そうだよ、怖い。なんかホテルがいいんじゃないかもしれない。そうだね、まあ無理してしなくてもいい。でもそれどうなんだろうね、無理してしなくていい、絶対しなくていい。で向こうがももちゃんにそんな意見求めてないんですけど誰かね、でも、まあ、早めに
にして付き合って結婚してうまくいったパターンなんだから、そっち側の意見が欲しいんですけど。まあそうだけど、うん、じゃあどういう気持ちで早めにしたんですか。でもさ、この人はそれに関してはさ、遊びでよかったからなんだよね。でも結果がこうなる場合もあるからさ。まあ、さっきの意見お願いします。その日帰っても余計また会いたい会いたいってきっとなると思うくらい好きになってくれてた。確かにそうだよね、うん、それで去るぐらいだったらもうしょうがないよね、うん、だって付き合ってデートエッチしたところでそれ去りそうじゃん。なんかだってやっぱりどっちかって言ったら基本的には男性は手に入れたら飽きる場合が多いからね。 それで変に傷つくんだったら確かに一回それもありかもしれない。それでいくか、その作戦で。下手に出る必要ない。マジでごめん。一瞬下手に出まくって。でも、してみて好きって。なんかだから自分もやりもくしてやるぐらいの気持ちだったらいいんだよ。あ、好き。そう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 。でも断れないって気持ちだったらダメだけど、あ、やったらやったらみたいな。いいね。でも楽しいよ。これね、結婚したらこんなでき基本的にはできないから楽しいのがもう。おかわりおかわり。おかわりおかわりをしていただいて。おかわりおかわり。おかわりおかわりをしていただいてですね、人生楽しまなきゃ損です、はい、結婚ゴールじゃないし、うん、目的でもない、幸せになる手段なのでね、いい人皆さん見つけてください、はい、この YouTube がみんなのねキューピッドになればいいなって心から願ってます。それでは今日はありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。過去の動画はこちら、チャンネル登録はこちら、画面をタッチしてね。またね。バイバイ。